マーチンですよ。そうですね、マーチンはいいですよね。これはあのちょっと珍しいモデル、ローレンス・ジューバーのシグネチャーモデルね、あの OM、OM のカットウェイで、あのアディロンダックのトップで、これもすごく今弾いた後に気がついたんだけど、なんか弾きやすいなと思ったらカットウェイが気づいたらなんかこの辺弾きやすいなと思った、はい、そうですね、それは多分 ね、弾きやすいはず、うん、はい、だからあのメロディーアクセスして、はい、このその音結構きついはずなんだけど、うん、楽勝で弾けたなと思って、そうですね、カットウェイがね、はい、綺麗ですね。これも、まあ、あのもう伝統的な飾りだけど、あのすごくあのおしゃれな、あの、うん、先ほど艶消しのマット塗装を何本か引いた後に、はいはい、うん、やっぱ艶消しを引くと ね、 そうですね、やっぱりツルツルして気持ちいいよ、はい、うん、ね、でこれは間違ったけど、これはマーチンのね175周年の時に作った、うんうん、たまたまだけど、うんうん、そういう中にも書いてあるから、ね、ちょっと珍しい、あの貴重なこの、 あの別光のバインディングとか、なんかすごくおしゃれと思います、うん、はい、何も知らずに弾いたけど、弾いた後よく見たらいろいろゴージャスな部分が、うん、そうそうそう、この四角いラベルもね、そうですね、そう、それがだからそのシグネチャーモデルだから、うん、カスタムメイドの証というかね、はい、みたいな、はい、ちょっと特別感が味わえますね、はい、いますね、そうですね、はい、すごい表現力がすごい、はい、そう、優しく弾いたら優しい音になるし、バランスがすごいいいですね、うん、はい、強く弾いたら元気のいい、はい、優しく弾くとすごい答えてくれるよね、うんうん、これはちょっとまああちこちちょっと小さい傷とかあったり、あの中高ですね、はい、だけどあのいいと思います。このピックガードも多分最初はなかったんじゃないかなっていう、だけどちゃんとした綺麗なピックガードで、うん、あの OM スタイルの、うん、すごいセンスの、うん、合ってる、うん、
あとは多分ピックアップがもともとついたから、このエンドピンがあの大きいエンドピンがついてます。うんうん、だから多分あのジャックがいつかの間あって、うんうんうん、で外して今は生になってるけど、うんはい、でもまあそれあればあの入れようと思ったら簡単に、そうですね、はい、もう穴が開いてるから、はい、でも全体的にすごい綺麗というかね、うん、はい、カスタムね、そのシグネチャーモデルだからちょっとなんか高級な感じがしますね、うんうん、はい、はいはい、普通のマージンに比べてもなんか、ね、あの、うん、なんかいいゴージャス感があとこれは映像ではどうかな、うん、ちょっと V っぽい、あ、そうね、はい、仕上げなんだけど、これが弾きやすいんですよ、うん、そうですね、特にこの辺がね、うんうん、でちょっとヴィンテージ感も味わえるというか、ね、そうですね、この V ネックが、はい、でもさっきあのアレキさん話したけど、うん、この幅も結構ナット幅が狭く感じます ね、はい、すごい弾きやすい、すごい弾きやすいですね、はい、あの44とか45の広いのもいいんだけど、うん、やっぱ狭いとね、はい、あのすごい楽よ、はい、あとあのスリムネックで弾けるものが、うん、あのワイドネックで弾きにくかったりするので、あ、ね、あのやっぱ 弦の間がね、はい、うん、あのそういう思いもしたことあるんだ、うん、だからこれはすごい有利というかね、うん、なんか、はい、低音もしっかり出てますね、うん、はい、もう低音、うん、中域、広域、全部出てる、はいはい、うん、まあ、それ OM の、ね、あの特徴といえば、うん、まあ、全部バランスよく出るという、そうそう、うん、やっぱこの広域がキラッとしたところがある方が、うん、気持ちいいよね、うん、いいですね、やっぱりこういう一本欲しい ねあとテンション感もすごい、ああ、それも OM、まあ、ロングスケールだから、ね、あのテンション感がいい感じで、はい、普通ドレッドノートだとあんまり弾きたくないようなこういう感じの分楽勝でいけるね、テンション感がいいですよ、はい、いい音するんですね、ここからすごくいいですよ、はい、あと僕が今持ってるこのギルドのね、うん、USA のギルド の、うん、あの M40 というのは、まあ、昔からあるサイズだけど、はいはい、なんか年取るとこのサイズが分かる分かる分かる、すごく気持ちがいいよあのこれもすごいいいものですよ、これ USA のなかなかあの数はなくて、あのこれもバッグズのマイクも最初から入って、ああ、そうなんだ、はい、直線力しいけど、あのすごくあの、うん、いい感じ、よかった、こっちもちょっとまた全然違うけど、ああの小さい割にはよく音が出てますよ、うん、軽いよ、まだすごい軽い、はい、あるし右腕が楽でしょちょっと薄めですね、まあそうね、はい、うんうん、あ、これはもう全然苦にならないね、こうやって ねそう、うん、それはすごい、あ、いい音じゃ、想像する想像以上でね、あの、うん、音が、太いですね、ね、これはちょっと今一番気に入りかもしれない、本当だね、はい、うんうん、あれすごいこのサイズから来る音と思えない、ね、そうそうそう、まあギルドはね、昔は僕アメリカにいた頃の80年代とかでもこのマーチンとギブソンとギルド、ね、うん、3つの第3の、うん、で、まあでもちょっとギルドはあの途中からちょっとあれだったか感じ、まあみんなそうだけど、うん、でもこれはこの今のこの USA のギルドは昔 その60年代とかのギルドの感じで作ってるから、すごくあの
いいと思います。もともとギルドはあの、ね、中級豊かな魅力が、ね、はい、ね、メーカーだったから、はい、これはすごいじゃないですか、うんうん、すごいちょっとジャージーな気分にもなる。そうですね、うん、はい、今さっきの似てるなと、あのいい感じに。なってくるな。ブルースの人も結構弾いてた昔。ああ、リッチー・ヘイヴンズとかあの辺の人たちはみんなギルドだったね。ああ、そうね、うん、はい、ウッドストックとか、はい、そうです。いや、本当ウッドストックでいっぱいギルド弾いてた人がいた。あの時が一番ギルドが一番いい時だったんじゃないかな、うん、で今のはその感じでもう一回再現してる感じ、ね、うん、ギルド全然いいね、うんうん、そうそう、これはすごいマット塗装というの、艶消し塗装から来る音圧というかな、うん、はい、それもあるよね、うん、とてもこのサイズとは思えない、うん、あ、すごいすごい、そうね、何弾いてもいけますね、はい、びっくりした、これすごくいいですよ、うん、ポテンシャル秘めて、はい、もちろん普通のフォーキーな、はい、なんていうかな、はい、こういうのもいけるし、うんうん、ブルース、ポップス、うん、ジャズ、そうそうそう、何でもいけるじゃないですか、はい、うん、で何よりもやっぱり小さいから持ちやすい、そうこれをストラップつけてもね、すごい楽でしょ、ね、軽くて非常に軽いよ ね、うん、ね、うん、これはとてもいいと思います。いい、はい、びっくりしました、ぜひ、はい、うん、はい、ギルドのね M40E ピックアップ、うん、E は書いてないけどピックアップがついてる、ね、あのバークスのねピックアップで、これはあの OMC18 ローレンス・ジューバー、うん、カスタムアディション、エディションでローレンス・ジューバーさんのサインも入って、うん、あとはたまたまクッカーっていうその作った年がこの2008年これはだから、それがちょうど175周年だから、それのプレートがあの別のあってるから、うんうん、あのとてもスペシャルな、そうですね、これはとてもあのスペシャルで、ちょっとゴージャス感が、うん、地味でありながらやっぱり高級感がありますね、うん、うん、この別光柄が好きで、そうですね、これはたまらんな、これ、うん、ちょっとスペシャルな一本なんで、これを逃すと、そうですね、これはもう、うん、ね、あのね、めったに出てこないから、うん、はい、両方とも素敵でした、そうですね、はい、はい、サイズもね、ぜひあの登録してあの、はい、また次のもあの見てみてください。いいねボタンもよろしく、はい、ありがとうございます